めちゃくちゃ楽しい。ジ・アルフィー。アムアムワールド。アムアムカルビです。小川です。ゲストスパイク小川ちゃんが来てくれました。小川です。2回すいません。ありがとうございます。ということで、はい、連続で出演させていただいて、僕個人的なその衣装を選んでいただいたりも、そうだ、稼働で言ったら15時間ぐらいかもしれない。なんか次のネタ衣装どうしようって相談をくれて、こだわっちゃうの、自分のことじゃなくて、このやつはいいんじゃないとか、こう LINE で送って、で実際に私は店舗に足を運んで、あ、でもこの色味だったらこっちの方がいいかなってなって、こう写真を撮って、こういうのもありましたよっていうの。うわ、そのままなんかお金を渡すとかもちょっと気持ち悪いじゃないですか。いや、もうそうだ、そうそうそう、だから勝負です。おー、まあ俺1万円取られてるからもういいんじゃない。頑張るぞ。取られてるっていう言い方がね、ぶんどられてるから。ぶんどられぶんどられ。ジ・アルフィというゲームなんですけど、こちらジ・アルフィのメンバー、高見沢さん、桜井さん、坂崎さん、はい、坂崎、この3人のカードをこうお互い持ちまして、で相手に分かんないようにどれか1枚をこう伏せて選びます、セットって言ったらもうこれは変えられません、はい、でお互いがセットしてジ・アルフィーでこう出して、僕と同じカードが出せたら1ポイント、でこれを5セット中2ポイント取れたら1万円、なんかすごい甘々じゃないこれ。甘々甘々甘々みたいなこと。勝率は 54% ぐらいあんだって、おばあちゃんこのゲーム、あのスリルよりもそう高いです。高い、負けた場合、その揃えられなかった場合、すいませんけど、何、1万円もらえません。え、もう一回言って。勝てなかった場合、1万円もらえません。あ、私が、はい、これそう、勝てなかった場合ですよね、うん、私が負けたらってことですか。負けたら1万円もらえません。もうそれでいいんですけど、マジで。負けたら1万円もらえません。1万円もらえません。もう破滅です。あ、それはまた出た、破滅、はい、もらえないってことは破滅。勝ったら1万円。あ、そっから。わかりました、もらえないです。あの、1万、負けたら1万円もらえません、私は。はい、もう最悪ですよ、それはもう。1万円は、負けた場合は私は絶対に1万円をもらえません。スパイク小川さん、はい、ジ・アルフィーやりますか。やります。もう破滅への道が開かれました。これもスリルみたいに何聞いてもいいんで、何聞いてもいいの、何聞くの、これもう出しましたか。はい、だからセットって言ったら変えられる。セットしますか、それ、それをセットしますか。その英語をさ、和訳してるみたいな文章になってるけど。それをセットしますか、差し出したやつをセットしますか。どっちがいいですか。じゃあしてください、セット。セット。お、は、はい。1回目でもし当てようもんなら勝率 80% まで上がりますから。マジ、はい、いきます、せーの、ジ・アルフィー。やったー。やったー。すごい。やったー。やったー。 80%。 おー、パッと見て、なんか選びそうって思った。あー、坂崎、坂崎さん待ってくれよ、坂崎さんから言っとくかみたいな感じ、なんかこう感じがした。やべえな、天才女勝負師現る。麻雀も覚えた方がいいぞ。いかない。ここだけに来る。ここだけ。確かにノーリスクだ。マジか。2ターンで終わらせた人まだいない。あ、嘘。うん。次で終わらせたらもう最強。うわあ。まあでも最強になんなくてもな。
80% だし。俺煽られてるんですよ。楽しみに来ました。無欲、うん、かも。楽しそうって思ったもん。これ一番強いやつが言うやつや。そうね。そのもう一発目で当てられてるから、うん、今も全然煽れないっていうか、うんうんうん、煽んなくていいよ。楽しめばいいじゃん。楽しんでる、うん、その俺はその煽りたかったってこと。そうそうそう、うん、じゃあ次煽ればいいじゃん。勝って、うん、これも煽られてんな。そういうことでしょ。あのルール言ってないのか。あんまいいんじゃない今日。うん、もう負けるしみたいな。わかんない。え、うん、別に自信ないよ私。 80% といえど負けちゃうかもしれないと思ってる。最後まで行ったらさ5回やれるってことでしょ。そしたら楽しいじゃん。始まったばっかなのに。あー、まだ終わりたくないみたいな、うん、あー、だから次本当に私本当こう、ま、負けたとして次、うん、全然それは煽ってもらっても構わないし、じゃあ次もう一回勝負しようよってなるし、次で終わっちゃったらあーもう終わりかみたいな、興ざめですよみたいな。他のゲーム、うん、とは用意してよ。なんていうから。わぁやべぇな、いくらぶんどりゃいいんだ。確かにね、一番強い可能性あるなと思ったの。まあ無欲みたいな、楽しむみたいなのを言ってるところからもそうだし、ちょっとわからない、読めないというか、うん、こっちが、うんうんうん、憑依型じゃないですか一番。あ、じゃあこれがもう全部、そう、もうわからないの、こっちは。あー、もうもしかしたら今ね、この、うん、ギャンブルモードに入ってるかもしれないし。なるほどね。入ってないよ、同期じゃん。これが本当の私。そう、うるせえ。パンのなんか響いて、うるせえ。セットしますか。セット。もうトランプぐらいの気持ちでやってる。1万円かかってんのに。一番強いじゃん。考え始めちゃった。おー、いいですよ。セット、はあ、どうだろうね。私はどっちにしてもこう楽しい。ジ・アルフィー、よーし。でも2択だった。最初これ出そうとしてて、このすっごい喋った時間でこっちに変えようかと思ったの本当に。桜井さんに。桜井さん危ないなー。あー、よしよしよし。 あんま考えんとこ。楽しんでるし、もう勝率的にもさっき、まあ、80% ってのもあるし、もう絶対勝ったよ。最高だね、楽しめて1万円なんて。嬉しい。楽しめて1万円、嬉しい。おっしゃる通り。どう今、まあ外したけど。いやでも、なんか楽しかった。その、あ、そっちかー、そうっていう感じ。セット。なんでずっと向こうに握られてんな。セット。それ逆にどうはしようとは思ってる。ちなみにそれ何、あの何言うのこれ。ちょっと言えない。うん、あなたが選んだやつ。急に喉元にナイフ突きつけてきた。急に来たやん。セット。セット。こんなところでね、負けるわけにはいかないんですよ。ジ・アルフィー、よーし。結構ずっとスレスレだね。でもまた今も、ね、うん、悩んだ。悩んだ。いやでもあと2回だもん。なんか自信なくなってきた。でも絶対勝てるよ。いやいや、いいよ。ビビりながら選ぶわ。負けました。もう誰にした、誰にした、それ。ん、桜井さん。桜井さん、なんで一個前、うん、桜井さん出してたじゃん、うんうんうん、で、外したから、
桜井さんに当たる印象がなくなってるかなと思って。桜井さん、うん、桜井さん出しにくくなってるかなと思って俺桜井さんにした。それでいい、一回あれしたら、この戻したらなんかの初めてだよ。一回それあれ戻してもう一回やってみたら、やってみたら。え、なんだそれ、全然わかんなくなっちゃった見た、見なかった。桜井さんは出せないと思う。なんで、さっき桜井出したみたいなのがあんだけ言ってたら、うんうん、なんかより桜井さん出しにくくなってるかなと思う。全く考えてなかった。セット、セット。わからん。ジン・アルフィー、よでもさ、うん、今もまたさ、どっちにしようかなと思ってた、うん、本当に高見沢さん出してないから出そうかなって思った。勝てる気がしなくなった。 80% だったよね。 80% だった。 33% になっちゃった。うん、なった、ね、でもすっげー楽しい。楽しい、楽しい。負けたの、まあ、悲しいかもしんないけど、正直前回勝ってるし向こうが煽られてるぞ。だから同時に今煽られた。悔しい。だから9-1ぐらいで煽られる具合は。悔しい。マジで逆に言ったら読めてないわ私カルビさんを。だ逆に悔しいかも、その2択の反対全部出されてる感じ。ね、確かにね、うん、正直もう負けたと思ってたから一発目で、うんうん、嬉しい。嬉しい、よかった。どうだよ、最後まで来ちゃったね。うん、最後まで来た。これで勝ったら嬉しい。そうだね、一番いいよね、5回楽しめて、うん、そう、まあ、残念だけど。でもこれにしようかな。ちょっと待って、悩むな。13年、4年、同期ですから、はいはい、分かりますよ、これぐらい。え、セット、はい、セット。ジ・アルフィー、やった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 ー、強ー、ジ・アルフィー、ジ・アルフィー、うわジ・アルフィー、あの、本当に一個言わせて、めちゃくちゃ楽しい本当に一番楽しかった。私勝てると思わなかったわ、ありがとうとんでもないやつを生み出してもらったぞ楽しかった、楽しかった、めっちゃ楽しかった本当に。え、これじゃないと思った、うん、最初に桜井さんで出したけど、うん、一瞬あ変えようかなと思ったんだけど、いやでもさっきからちょっとその変に読んだらあれだなと思って、直感の方にしてました。あーなるほどあ、やばあ、うーわちょっと強いな。あれだね、でも服選んだし、ね、確かに5万ぐらいの稼働をしてもらって専属スタイリストとしたらおばあちゃんに台打ち頼もう今度、ね、代わりにスリルとジアルフィをやってもらってもう負けても俺らが1万円味方としてこっちに吸収されるってことです。うん、勝ったらテンパー放出どっちにしろ金はなくなる、ありがてちょっと情けないわ。トバさん、私もいつか食べたいですじゃあ飯動画来てください。おばあちゃんの勝利でした。
ありがとうございました。おめでとう。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。おめでとうございます。ありがとうございます。言ったら2万円になったわけじゃん。新しい電子レンジか。マジか。あ、電子レンジ買われるのか。いい電子レンジだよ。でも2万ぐらいのってこと、うん、オーブン付きみたいな。オーブンないからオーブン電子レンジみたいなの欲しくて、そういうのもいいし、今欲しい靴がちょっと高くて、それが中古でも高くて、うん、本当に手が出せない値段の、うん、あ、じゃあそれの足し。おい待てよ、足しってなんだよ。足しかもしれない。でもあの、うん、無駄にはしません、お二人の気持ち。そうだ、ね、適当に使ったりしない、そのコンビニでパパってなんかチャージとかにしない。あー、なるほど。ちゃんとじゃあなんか本当に欲しいものを買ってくれ る、うん、怖いよ。チャージが浮かんでる時点で怖い。それが一番こっちにダメージ与えれるっていうので、すぐ浮かんでる時点でやらなくてもやっぱ、うん、そっちの才能を持ってる方です。チャージにはしません。スパイク小川ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。スパイクも YouTube チャンネルやってて、はい、個人チャンネルも、はい、ありますので、そちらの方、フォローしてる方、僕らのもお願いします。そして僕らのフォローしてる人たちもそっちよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございました。さよなら。